はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は麦焼酎なんですが、本格麦焼酎ではなく、またしてもブレンドということで、かのかの麦、度数が25度、焼酎香類おつ類混和、焼酎が、じゃあ香類が 66%、おつ類が 34%で、これが日華ウイスキー株式会社と。値段200円ぐらいですね。まあ、ということで、まあ、そうですね、本格ではなく、ちょっと混ざりもんということで、またしても。ね、飲んでいきたいと思う。なんか飲んだ記憶あるんだけどな。どうだったか、あんま記憶にない。なんかあるような気はするんですけど、多分ないだろうということで買ったんですが、ね。まあちょっと先ほど麦コーン飲んだんで、ね。ちょっと酔っ払ったりですけど、それは乾杯。ん？うん。ちょっとまた、熱燗でいただこうか。また、熱燗にして。ね。かのか。うん。まあ、これコンビニでまた買ったんですけど。かのか。で、ググると。これは朝日酒造っぽいですね。まあ大体がして、日華ウイスキーって朝日だじゃなかった、ちょっとわかんないけど、浮きかのか、麦かのか。ロック。がおすすめらしいですけど。うん。あ、朝日大五郎か。大五郎まずいと思うけどな。一番焼酎の香類の中で一番まずいと思うの大五郎だもんな、俺個人的に。マジで。言っちゃ悪いけど。わかったわかった。商品情報。かのか。あ、本格焼酎のかのかもあるっぽいですね。なるほどね。本格の麦と、ね、芋のかのかもあるっぽいですけど。これはまあ、混ざりもん。あ、米焼酎のかのかもあるっぽいです。うん、でも、なんか、飲んだ時にこう甘い、柔らかな味わいの。うん。うん。ね。焼酎だと思いますね、これは。あ、やっぱ朝日の、あれだ、子会社か何かが日華ウイスキーなのか。なるほどね。へえ、かのかの、あれあったのか。知らなかった。本格焼酎。あったんだ。
麦焼酎。でも、混和で、その、焼酎、香類とおつ類を混和するのは分かるとして、おつ類とおつ類を混和するっていうのはないみたいですね。なんでだろう。かのかが、黒かのかと、芋焼酎だと黒と白のやつがあるっぽいですね。麦焼酎と芋焼酎の黒と白合わせたやつと、黒焼酎と白焼酎と米焼酎。結構人気なのかな、かのかって。本格芋焼酎、かのか。本格。なるほどね。本格焼酎は2つしかないと。麦と芋の2種類しかなくて、まあ、主に、こう、混和パターンが多いと。なるほどね。確かに、かのかって言ったらコンビニに、まあ、ね、絶対売ってますよね。黄金洗顔を使用していると。で、この麦焼酎のかのか。麦本来の味わいを求めて、焼酎おつ類の原料には麦と麦麹だけ使用しました。その原酒の一部に麦焼酎かのか、こだわりの豊かな香りを贅沢に引き出した、香り蒸留仕上げ原酒を使用することで、優しい香りですっきりとした味わいの飲みやすい麦焼酎に仕上げました。確かにこれ香りがすごいですね。今まで飲んだ、というか麦焼酎、一個しか多分飲んだことない。ない俺にとってはかなりの香りが、ものすごく甘くて、ものすごい香ばしいというか、なんか、そういうのありますね。かなり甘い香りがしますね。ちょっとびっくり。じゃあ、熱燗いただきます。ああ、これ、甘いわ、本当に。やっぱ芋焼酎でもさ、ほら、辛口と甘口ってあるけどさ。ああ、やっぱ麦焼酎もあるのかな、と思いましたね。なるほどね。確かに本格、芋焼酎でほら、辛口って言うと白波。甘口って言うと、まあ、黒霧とか。まあ、あと、なんだ。薩摩。あれ。島美人とかね。が甘口になると思うんですけど。多分、このかのかはかなり甘口な部類だと俺は思ってますね。麦に関しては。すごいですね。もう香りがものすごい、なんか。香りがもうものすごい甘い。ものすごく。これは香りはすごいな。これなんかほんと香りがね、花みたいなね、香りしますね。あらあら。いかにイチコがまずいかわかるわ。これ飲んで。個人的に。
イチコは多分いかに辛口な芋、あね、麦だ、なったんだなと。これはかなり甘くて美味しいですね。俺は甘口の方が好きなんで、芋も。今まで飲んできた中で一番甘口なのはやっぱ御嶽ですかね。うん。美味しいです。まあ、なんで、まあ俺は甘口が基本的に好きなんですけど。うん、これは甘くて美味しい。うまい。うん。これは美味しい。結構びっくり。びっくりな美味しさ。まだあと半分ぐらい残ってるんで。これは、あれでいただこう。なんだっけ。あれあれ。ホッピー。ですね。そして関係ない話題をするとですね。最近、会社の可愛い女の子、28歳の女性のにですね。ものすごくし、切れられたというか、もう完全に嫌われたんですけど、なぜかというと、ちょっと、ね、納得いかないんですが、朝来て、俺がね、来て、早々にその人に、今日も可愛いですねって言ったんですよ。で、3日ぐらい連続で言ってたら、なんか、ね、もういい加減にしてと。言われましてですね。それで、その、そしてね、もう、全然口聞いてくれなくてですね。どうなっているんだと。一体どうなっているんだと。ね。俺は、こう、ね。可愛いから、まあ、いわゆる気に入られようとして、ね、言ってたわけですよ。ね。おかしくないか。一体。んで、次に翌日に、俺が、ちょっと謝ったんですよ。土下座して。許してくださいって言ったら、そしたらですね、全く効果がないというより、逆に、あなた、ね、そんなに人、周りにいる中で、そんなことして恥ずかしくないの?って言われてですね。はぁ、みたいな。もうね、完全修復不可能なぐらい、ひびが入っちゃったわけです。ああ。まあでもその人も結婚してるんで、もうどうでもいいかという感じなんですけどね。
18歳から20歳の男性の 68% が現実のパンチラに興奮しないと回答。俺パンチラ1回くらいしか見たことないんだよな、リアルの。あれなんであんなギリギリで見えないのかがわかんないけど。なんでなんですかね。全然見えないよね。びっくりするほど見えない。女子が使うと可愛い方言全国ランキング。最下位の最も可愛くない方言が山梨県に決定。山梨県の人の、方言がですね。おら、田中ちゃんの愛人2ゴンズラ、コンズラ。ズラ、ズラ系です。なんとかズラ。いうケース、確かに可愛くない。全く可愛くない。ズラは絶対可愛くないって。確かに。で、気になる新潟県のランキングは、新潟県は、どこだ？新潟、27位ですね。結構、下ですね。1位が京都府。2位が大阪府。3位が福岡県。4位が沖縄県で、5位が青森県。まあ、大阪が上位なのはわかるような気はするけどね。本日12日朝は、今季一番冷え込んでシワス並みの寒さに、ほんとクソ寒いよな。ほんとにどうしたんだっていうぐらい寒い。マジで。超寒かったもん。昨日も寒かったけど、もう雪降るとか言ってたもんな。で、どうなってるんだ？ああ、そういうことか。筋肉2キロと脂肪2キロの大きさがもうね、比較があるんですけど、すごいですね。2倍か3倍ぐらい脂肪の方が当然でかいです。ああ、だから結局筋肉をつけると、まあ、で、痩せるっていうかね、相対的に痩せるみたいな。多分、相対的に痩せるっていうよりも見た目が痩せるってことですね。まあ、実質のこのね、重さは変わんないかもしれないけど、見た目では確実に痩せると。え？ガキの使い笑ってはいけないシリーズ、今年が、地球防衛軍だと。マジで。まさかの。地球防衛軍だって。やば。俺、今年の、12月のさ、あれ、なんだっけ。
ボーダス。ボーダス出たら、あの、プレステ3と地球防衛軍4と、ビータと、あと、ビータの地球防衛軍3買おうかなと思ってるんですけど。まさかの。あ、でも、プレス3買って、地球防衛軍4買うのはまあ間違いないですし、ビータはちょっと買わないかもしれないね。で、あと GTA の5買おうか、それとも GTA オンライン買おうか。GTA オンラインやりてえな。そこら辺。そこら辺やりたいわ。GTA オンラインってどういう感じなんだろうね。もう出たっぽいですけどね。ちょっとやりたいですね。GTA、GTA オンライン。これやりたいですね。GTA オンライン。どんな感じなの？GTA オンラインか。5買おうか、GTA オンライン買おうか。でもオンラインだろ？これ個人的にオンラインゲームよかさ、オフラインゲームの方が好きなんですよね。やっぱ5にしようかな。GTA 5。あれ？グランドセフトオートバイスシティの10周年記念版トレーラー。あ、なんだ。iOS と Android か。いらねえよ、そんな。やっぱプレステ3買って、4はまだ買わないですけど。地球防衛軍4と、GTA の5買おうか4買おうか。どっちかかなぁ。あ、ポケモンも実地ちょっと欲しいんだよね。ポケモンもね。GTA5 買おうか。4買おうか。いや、まだやりたいゲームいっぱいあるなぁ。どないしようかな。あ、スターオーシャン4も買いてんだったな。一番俺個人的に、あの、プレス3出てほしいなと思ったの、あの、スターオーシャン4なんですけどね。まあ、あれクソゲーらしいんですけど、まあ、個人的にスターオーは、ね、全部プレイはしたことはあるんで、欲しいんですけどね。ビータの、ビータ TV、買いたいんだけど、どうしようかな。微妙なんだよな。まあ、ビータはまだいいかな、とりあえず。とりあえずは、まあ、ビータはまあいい。で、こういう FF、あの、10のリマスターとかもいらないですね、これは。こんな。こんなもいらない。モンハンとかも当然いらない。まあ、ビータは新型を買う気はないです。旧型の方が絶対。うん。GTA 5買おうか。5買おうか。4買おうか。そもそも、あの SA 自体まだやって、クリアしてないんだよな。ひどい。
まあ、とりあえず地球防衛軍は確定だな、プレス3と。地球防衛軍は。個人的にはちょっと確定ですね。もう、とりあえずは。うん、まあ。うん。うん。ということで、かのか。これも四つ星。です。ご視聴ありがとうございました。